この動画は交通安全啓発を目的としております。渋滞中にカップラーメンを食べながら運転。重大な危険を生じさせる運転行為。絶対にやめて。これってどっちが悪い？鼻を摘んだ軽トラは走り去ってたけど。事故だけども相手、バイク、の、保険会社にドラレコ映像を見せたところ当然ながら過失割合は0対100になったよ。女性運転で1回路肩にぶつかりフラフラと、右へ、対向前後2台かわし、航空自衛隊小牧基地正門にて、正面衝突。ここ本当に怖いところなんだよ。昔から大嫌い。10キロ以上も降り続くのに、トラック多くてみんな飛ばすし、目の前で事故られたし。中央道上り黄色線、工事用分離帯箇所で、ノールック車線変更からの、接触事故からの本線上の、急停車。自分のことしか考えられないドライバーは免許返納してほしい。ツーリングの帰りに危険運転常習者に、遭遇。
みんな当たり前のように違反しすぎじゃね？歩行者見えてるはずだけど。狭い道路ですよ。この先一時停止ですよ。なぜ、無理やり出ていく？なぜ、睨みつける？左見て、右見て、左見て、右見て、ブレーキ、アクセル渡りましょう。左折直線専用レーン無視してまで、喧嘩売りに来るプリウスに拍手。なんやこいつ事故っとけ。最初から前の車を追ってて、様子がおかしかったけど、イエローカットしてまで前に、出ても変わらねえよ。お盆中は基地ばかり。ご先祖様があの世から呼んでるのかね。ゴミ収集車が、事故らなくてよかった。赤信号、直進のみ進行できる。アホだから右折する。全国信号ルールは統一されて、同じです。恥ずかしいからハンドル握るなっつーの。対向車が停止、ライトオフ、バッシング。これでも歩行者に気づかないって、逆に何を見て、何を考えて車運転してんだ？はっきり言って害悪、行動から出ろ。コンビニワープかと思ったらコンビニに、入らず歩道走行。自分が左折した場所に行きたかったみたいですね。当然のようにコンビニワープする2台の車。曲がった先は遮断機の降りた踏切。本当に恥ずかしい奴ら。並んでる直進レーンから、はみ出して右折レーンに出てくる。この世で、一番嫌いな運転。流れで、入ってこられてもな。お店入るのに煽りハンドルはいらんやろ。
老害脱出、早く免許返納した方がいいのでは。スマホ見ながら逆走かます自転車おばさん。何考えてんの？迷惑です。こちらが青信号で右折しようとしたところ、交差側でどう考えても、赤信号を無視で左折して、目の前のスーパーに入っていく軽自動車。は？なんなんこいつ発進するときタバコの吸い殻投げつけてきたんやけど。意味わからん。頭おかしいんかな？左から追い越しとノーウインカーで、イエローカットのアルベルってもう役満だ。夜間の明かりのない山中です。いつものごとく動物多め。お、何？キツネだ。かわいい。びっくりした。ご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、よろしくお願いします。